怪我をしたアスリートがリハビリをするときに一番気をつけなきゃいけないことって何ですか？もう以前の自分じゃないというか、怪我する前が1とかだったら今は0っていうのを持って、できることっていうのがもう限りなく下から始まるんだよっていうところで言うと、やりすぎちゃったりとか、あるいはでもやらなさすぎっていうのもダメなんですよね。完全に安静にしちゃうと、組織はどんどん脆く弱く細くなって、そのまんま寝たきりになっちゃいますので、適度なところをやっていくっていうのが一番大事になってきます。なるほど。でそれをやらないとどんな風になるんですか？なんか事例とかありますか？事例とかよくあるのが、手術を したケースでいうと、腕を骨折してずっと三角筋に吊るしてっていう形で、こういう状態で肩を使わなかったりとかすると、腕って肩を動かすときに上がらなかったとかっていう、フローズンショルダーになってるんですけども、関節が固まっちゃって、腕のリハビリもそうですけども、肩をちゃんと動かせるようにリハビリしなきゃいけないっていう笑い話もありますし、動かないっていうのと同じ例になりますけども、ももの肉離れをして、待ち医者が何だかわからないけども、ギブスを膝上まで巻いたギブスを1ヶ月巻いたら筋肉が固まっちゃって膝が曲げられなくなっちゃったっていう例があって、その方は私のお客さんなんですけども、 1年以上かけて直していったみたいな、普通の肉離れでひどいものだったと、1ヶ月もあれば治るんですけども、そういった代償をもらっちゃったっていう例がありますね。動かさなさすぎの方とですね、動かしすぎちゃったり張り切りすぎ、動かしすぎちゃったっていうのは、よくあるようなスポーツで、腰痛になっちゃっててしっかり抑えられないのに、でもしょうがなく試合とかあるんで、トランポリンの選手とかはトランポリンしないといけないですし、スポーツ選手でバタフライ選手であればもう打ち打ちでパンパンとか打たないといけないんだけども、体の体幹の中のインナーマッスルって言うんですけども、その方はしっかり抑えられなくて、動かすともう中でも骨筋肉がもうぐちゃぐちゃ動いてますから、腰痛になっちゃうっていうか、治らずにずっとオーバーワークのままでなんとか治そうとしても絶対良くならないですね。ついついやっちゃいますよね。言えば動けるんですけど頑張っちゃったり、やればなんか治りそうな感じですけども、適度な強度だったり適度な量っていうのがあるので、それを守っていくっていうのがすごく大事で、アスリートキスの人はそこの適度な量が、疲れたら適度な量と思ってる勘違い野郎がいっぱいいるんでそういう方は頑張りすぎちゃう頑張り屋さんがいるのでその辺はそういう人は治りにくいですね。ああ、じゃあそこのやっぱ負荷量の設定をちゃんとするのが大事、はいはい、たまに それは本当物足んないかもしれない、その一生懸命頑張り屋さんに行くに関してはちょっとこんなもんだよって抑えながら徐々に上げていくっていうのがいいですね。ありがとうございます、はい。